はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、楽天の楽天電話ね、これに関してね、ちょっと非常にややこしいというお話になります。で、楽天電話はね、楽天モバイルを使っていない方ね、ソフトバンク回線、ドコモ、au ね、楽天モバイル以外のユーザーがこの楽天電話をインストールして使うと、安く使えるよねっていうね、そういうサービスなんです。それで、楽天モバイルのアンリミットと組み合わせたら、じゃあこれ安いじゃないかっていうね、こんな内容なんだけどもね、楽天電話っていうのは番号そのまんまで通話料が半額になるよっていうね、こういうサービスなんだよね。で、楽天アンリミットは専用のアプリを使うと無料なんだけども、使わないと30秒ね、20円、まあ22円ね、だよね、これがね。で、今回は10分以内のかけ放がね、1100円で出たんで、まあかなりそれで助かられる部分があるんだけど、でもその10分を超えた分については、そのお値段が追加でかかってくるわけだからね、結局。で、じゃあこの楽天電話を導入すればと思ったけど、実は楽天アンリミットでは組み合わせができないっていうね、そういうふうにして楽天電話の方に書いてあったので、ああダメなんだと思ってね、ちょっと残念だなって思ったんだね。だから結局 NTT ドコモ、 au、 ソフトバンクでも使えるって書いてあるけど、楽天モバイルアンリミットとは組み合わせができないっていうね、非常に残念な仕様なんだね、これね。それで、この、番号そのまんまで通話料が半額ってことで、これは11円になるんだよ、これね、これ11円。で、これ10分以内なら何でもかけ放題の楽天電話10分かけ放題、倍楽天モバイルもございますってことで、で、これを見ていくと、このページになるんだよね。10分以降も30秒10円でしょ、税込み11円でしょ。で、楽天モバイル月額850円なんだよ。ね、ちょっと大きめにして見てみましょう、ね。楽天電話アプリを使って、または電話番号の先頭に003768をつけて、10分以内の国内通話が何度でもかけ放題。10分以降も30秒10円。ね、これが楽天電話なんだよね。で、この10分以降も30秒10円で、やってるのに、なんで楽天モバイルアンリミットは30秒22円でまともな値段なのって感じで、これおかしいよね。楽天電話でだってこれでやってるのに、だったらそのまんま、他のキャリアと組み合わせてこれでできるんだから、でなんで楽天モバイルと組み合わせはそれをやってくんないのっていう。おかしいでしょ、これ。どう考えても。楽天モバイルのアプリを入れて、なんでこれでできないのってことになるよね。だからできるのかできないのか、できないって書いてあったからできないと思うんだけど、ね。で、あとは、これもあったんだね。もう終わっちゃってたんだけど、楽天電話かけ放題、倍楽天モバイルがあったんだね。これ。で、これはどんな内容だったのかっていうと、その通り、10分かけ放題とは別に、アンリミットのやつがあったんだね、これね。もうそれはもうとっくに2018年3月31日で終わっちゃってる。で、MVNO の方はもう受付は終わってるので、新しい方はアンリミット、自社のとこしか入れないよって、これはもう去年スタートした時からね、ずっとそうなんだけども、これね、非常にややこしい。ほんとややこしい。ウルトラややこしい。で、おじいが思ったのが、これ、もともとずっとサービスでやっていたのに、楽天電話でね、実際に今も使えるわけじゃん、結局。楽天電話アプリを使って。ね。で、なんで、この値段、なんで、この値段でやらないのかなって、不思議なんだけどね、これ花火さん教えてくれる？どうしてなの？どうして楽天モバイルのアンリミットだと、これを実現しないの？なんで他のキャリアと同じ横並びなの？ここを知りたい。なんで？どうして？ね。おじいに分かるように教えてくれる？花火先生。ね。こんな感じでね。どう考えてもおかしいよね。で、楽天モバイルアンリミットで、ちゃんとキャリアになったわけだからね。
で嫌でも期待するよね。日本の携帯は高すぎる、その常識ひっくり返してやるって。ひっくり返ねえじゃん、横並びじゃん。仲良し子よし値段も一緒、30秒22円あそれってね、おかしいでしょどう考えたって、ね、だからね、これを見れば見るほどなんかだんだんなんかおかしな矛盾がちょっとぐる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 って巻くんだよね。おかしいな、日本の携帯常識ひっくり返すじゃなかったの、違うのですよね。まあそんなわけでね、楽天電話は生き残ってるんで、楽天のなんだっけ、スマートークかね、もともと違うところがやってたのを楽天が吸収したんだね。楽天のサービスになったスマートーク、あれももう新規の受付は終わっちゃってるけど、今のもって使えるんだよね。本当すごくいいサービスで、月額利用無料で、もうクレジットカード1番1式1番号ね、無料で2番号目から作っても100円なんだよね。でなんか着信転送とかもあるし、メールで教えてくれるし、留守番サービスもただで使えて、ウェブファイルになって教えてくれるし、すっげえいいサービスなんだけど、本当ね。だけどもう新規で受け付けられる、楽天アリミット使えっていうねそんな感じなんだよね。だこれを見るとね、おかしいし、あとインターネットでね、かけ放とか10分以内の電話かけ放題とかってググるとやっぱりこれが出てくるじゃん。どうしても楽天で場合楽天モバイルとかってこう出てきちゃうわけじゃんね。でまあ色が違うからさ、 MVNO のやつなんだけど、今もうこれは新規では入れないと思うんだけど、でも楽天電話で10分かけ放題 by 楽天モバイルが月額850円で税込みで935円なんだよ、これが。でしょ、それで30秒10円じゃん、税込み11円じゃん。これをやってたのに、楽天モバイルのアンリミットの方ではこれと同じものが1100円なわけじゃんね。値段高くなったし、で30秒20円のまんまでしょ、10円ならないで。さあ花火さん、ここをおじいに分かりやすく説明して、なんで同じ楽天のサービスなのにそんなに違うの、差をつけるの、うん、教えて。これ見てる皆さん分かる、多分詳しい方は分かると思うんだよ、ね、でもさ、おじいは詳しくないから分かんないんだよこれで。ググればもういくらでもゴロゴロだから、楽天モバイルね、10分かけ放題とかってやると嫌でも出てくるじゃん、こういうのって。ああつって、だから非常にややこしい。でなんでこの情報を残しておくんだっていうね、まあ今でもって楽天以外とは組み合わせてできるわけなんだよね。であっちの MVNO の方の組み合わせのやつもあったし、これは楽天モバイルの中でこの楽天電話と組み合わせるとっていうのはね、他の会社に使ってるからさ、 MVNO だからさ、このサービスが今ある今のユーザーに対してのサービスで残してあるよっていう、そう書いてあるんだよね結局ね。えなんかよくわかんねえけどね、もうちょっとこう値段安くしようと思えばできると思うんだけどな、本当どうなんでしょうね。そんなわけでおじいが検索とかなんかしててね、あれって思うのはやっぱり皆さんもあれって思わない、ね、で、まあ、非常にややこしくなったよねってね、思ってる方もいるだろうし、ね、非常にややこしい。で昨日スタートしたあのかけ放なんかも、だ要は楽天アリミットアプリを使うと、ね、とりあえず無料でかけれるのに、わざわざアプリを使わないでかけるという人がどれぐらいいるのかなって。そうするとそんなに質を気にするのっていう、じゃあそんなに質が良くなるのっていうのと、あとはじゃあ有料そっちの方で面倒くさいからとか、アプリ起動するのが面倒くさいからとかね、だからそんな人のためにあんのかなっていう。だって10分以内がかけ放で、それ超えたらだって30秒22円かかるんだよ。だったらアプリを使ってかけた方がいいじゃんね。節約するために楽天モバイル使うわけでしょ。でガンガンそのオプションでね、
お金払って契約するんだったら楽天モバイル以外のものを使った方が安心じゃん、通話品種も含めて。でそんなに値段変わんないし、あの OCN とかああいうのもね、割引とか使うとそんな変わんないじゃん、視聴者さんの情報を見ると。そうすると なんでわざわざ楽天モバイルを選ぶのってことになるよね、結局。でまた別個に紹介するけど、データをどんぐらい使う人だったらあっちの方がってやるけど、そういう考えはないね、おじいね。おじいの動画作るときに電話を目的だったらってことで、日本通信とかそういうのと比べてね、あの通話目的の人の場合のは楽天モバイル安いよねっていう、そこのところを基準にしてるんで、いやもう 何が使う人でだったらあっちの方がこっちの方がって、もうそれも全く全然別の話になっちゃうんでね本当ね、まあそんな感じでいかがでしょうか。これ非常に分かりにくいよね、なんか統一してほしいっていうか、ね、ただこういう情報を見てて、こういう月額850円とかその30秒10円とかね、この値段で楽天がやってたのに、やっぱり MVNO の時と MVNO じゃやっぱ違うのかなって、そこは違うんだろうけれども、でも安くするためにひっくり返すために自分自身で始めたわけなんでね。だから初めてこういうサービスよりは、まあ、品質はいいのかもしれないけれども、でもそこを安くやるんじゃなかったのって、なんかちょっとね、うーん、おやって感じだね。ね、はい、まあ皆さんはどうでしょうか。そんなに電話でも使う、このさ電話に関して言うとさ、一部の人が言ったじゃん、訓練連にも県にも連員でしゃべる時代に新年いちいち有料電話で月金に言うって言ったじゃん、いなかった。 SMS の話とかするとさ、訓練に連員でするしいちいち訓練で月金に言う、この時代にとかって言ってなかった、ちょっと前に誰かねえ、だからさ、何でもかんでもみんな LINE 使ってればさ、だっていらねえじゃん、電話にしてもメッセージにしても。そうでしょ、ね、もう国内データ国内保存でね、順次あれしてるから、もう安心で、もう聞きはないんで、 LINE 最高ヒューヒューっつってね、みんな使ってるわけでしょね。まあそんなわけでいろんなサービスがあるけどもさ、そういうのを言ってたらもう全くキリがないね、本当そう思います。おじいもね、電話自体はでもそんなに喋れないし、仕事で使う人はまた別かもしれないけども、プライベートでそんなに電話ばっかそんないっぱい使うってね、仕事以外でそんなに電話で喋るのっていう、その何そんな喋るのっていう、そこが疑問なんだよね、おじいね、本当。よくわかんねえ、このインターネットだって、インターネットで普通にね、いくらでも連絡手段はあるわけだしね。まあ今スマホ時代って言えば、スマホ時代とは言っても、でもそのやり取りだったらインターネット回線使えば、こんなテレビ電話だってね、いっぱいあるわけだしね、スカイプみたいなのはね。まあ不思議だね、なんだかんだ言っても結局電話はなくならないわけだし、でおじいがもう今回の家業にしても何にしてもそうだけど、本当は最初からその iPhone ユーザーターゲットにどんどんね、金持ちだからね、どんどん金取ってやるみたいな、またこれがいいんだ便利なんだね、これこれ使っても間違いないんだとかね、通話の品質がとかってね、いろいろ言ってるね、わがままユーザーがお金持ちユーザーで iPhone ユーザーが結構多いから、だから結局もう最初からもう着信も 何にしてもね、デフォルトでああなんて言わせて、他に、ね、大丈夫だよ、かけ放題は安いよ、ああ、それならいいね、とかね。そうやって、もともとだから、我々アンドロイドグループはそんなオプションも入んないでね、普通にアプリ使って無料で使う人は国民は多いと思うんだけど、アップルの方からは、アップルユーザーからは、まあ、どんどんお金吸い取れるっていう、だから、アップルをどうしても、手に入れる必要があるっていうね、三木谷会長のあの戦略、もうそれさえ取ったらもう、この国内では勝ちなんだっていうね、本当っつって思うけど、まあ今まで過去はそうだったかもしれない、でも、まあ、国も絡んでアップルをしながらね、アップル、まあ
アップルをここ出しちゃってからね、日本はね。だから滅びはしないんだろうけれども、それでいいのかなって思うんだけどね。で、まあ、静寂組がまだね、気がつくまでにはしばらくね、10年や初からは最低でもかかる話だからね、うん、まだまだ絞り取れるものは絞り取るっていうね、そういう感じだよね、商売っていうのはね。日本人どん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 絞り取って、もう絞って絞って絞って絞りまくってね、どんどんアップデートアップデートしてね、どんどん新しいものを投入して、もうどん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 買い替えるからね、10枚20枚で出そうがね、いや下取りがいいから得ねんだよね、2年か3年ごとに10万円で新しいの、半額で新しいのになるからなんてお得なんだってね、そんな感じが日本だからね、まあ、あんまり正直におじいの気持ち言うとね、いつも評判悪いからね、アップルの話題出すとすごい評判悪いからと、ね、やめておきましょう。はい、そんなわけでね、楽天電話が使えるのか使えないのか、分かんない方はおじいが調べた限り楽天電話は楽天アンリミットとの組み合わせはできないって、こう過去の動画でも説明したと思うけど、できないと思うんだよね。そうなるとやっぱり楽天を離れて楽天電話を使ってもいいんじゃないのって思っちゃうね。電話目的だったら安いよね、だってそう思うよね。まあいいや、どうでもいいや。はい、それだけでね、もうくたびれちゃった、この話は終了。はい、皆の者、地理解散。